皆さん、私の顔がですね、原因不明で真っ赤にボツボツになってます。朝起きたらちょっとちょこんちょこんってボツボツがあったんですけども、さらに一気に増えていきました。そしてココちゃんも同じような感じでボツボツができてしまいました。これは一体原因は何なんでしょう。病院に行って調べてもらった方がいいんですかね。どうもシュンズ TV です。今日はですね、こちらのメンバーでディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに来ました。イエーイ、楽しむよ。僕も連れてきてもらえて本当に嬉しいよ。安全な旅行にしましょう。今回こちらのメンバーの理由は、今質問コーナーで大活躍中のドクターステンチはもちろん、レックスがですね、なんとダッキーとバニーがぜひ連れてってほしいということで一緒に来ました。なんでダッキーとバニーが連れてってほしいって言ったのか理由はわからないんですけども、でもみんなで旅行楽しもうね。あ、僕は旅行に来れたことがとっても嬉しいんだよ。シュンさんさ、朝からずっと気になってんだけど、鼻のところに赤くボツボツがあるよ。ああ、本当だ。ここに赤くポツンってありますし、ここにも赤くポツンってありますよ。なんだろう、昨日までなかったんですけども。ああ、でもこういうのはあんまり気にしすぎると良くないですからね。よし、とりあえずココちゃん、今から朝ごはんを食べに行きましょうか。食べよう。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。ココちゃん、ご飯美味しいね。もぐもぐ食べていますけども、朝はビュッフェ形式でココちゃんも大好物がたくさんあるよね。そうだね、美味しいね。美味しいよね、ココちゃん。あれちょっと待って、ココちゃん、こっち向いて。何？ちょっと何なの？ちょっと待って、ココちゃん。ココちゃん、もう口のところなんか赤くボツボツできてない？できてないよ。できてるよ、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ココちゃん、本当に見せて。ほら、ここボツボツっていっぱいできてますけども、私と一緒じゃないですか。どうしてボツボツができてんの？ちょっとさ、知らないよ。ほっといて。ほっといてじゃないよ。一体原因は何なんだろう。ココちゃん、とっても美味しく食べてるけど、口の周りボツボツじゃない？大丈夫？バイボグ、バイボグ。いやー、心配ですよ。よろしくお願いします。いやー、ココちゃんと朝ごはんを食べてきましたよ。そして今洗面所に来たんですけども、私の鼻とココちゃんの口の周りが赤くボツボツだらけで、ちょっと心配なんですよ。いやー、鏡を見ても確かにボツボツなんです。ちょっと気にしないでよさ。それにちょっと眠くなってきちゃったな。そうだね、ココちゃん、お腹いっぱいになったところだし、一回お昼寝しよっか。今からココちゃんと2人でお昼寝でございます。朝ごはんいっぱい食べたもんね、ココちゃん。うん、食べた。そうだね、じゃあちょっとぐっすり寝よっか。レックスとドクターステンチーもおやすみなさい。あー、わかったよ。2人ともゆっくり寝てね。どうかいい夢を見てくださいね。わかりましたよね、ココちゃん。じゃあゆっくり2人で寝ようね。おやすみなさい。ちょっとさ、面白いからいたずらしちゃおっかな。ペロン。あー、ちょっとココちゃん、やめてよ、そういうことすんの。いたずら好きなんですから、まったく。ママ。ああ。いやあ、私は目を覚ましましたよ。ココちゃんはまだ寝てるのかな。ココちゃん、まだ起きないの？そうか、すごい寝てるよ。もう2時間ぐらい寝てるからさ、ココちゃん、そろそろ起きようよね。よいしょっと。ちょっと、まだ寝るの？そうか。もっともっと寝たいから起こさないでよ、まったくさん。まったく、ココちゃんたらね、レックスとドクターステンチ、もう2時間も寝たんだよ。あー、シュンさん、ちょっと待って。顔にいっぱいボツボツができてるけど。本当ですね、一体どうしたんでしょうか。ええー、顔にボツボツがって、さっきも鼻のところとかにありましたけども、また増えたってこと？今洗面所に来ましたけども、まさかの、ちょっと、レックスとドクターステンチンの言う通り、本当に増えてるじゃないですか。マジかよ、マジかよ。どうしよう、どうしよう。も
しかしてココちゃんも口の周り赤くボツボツがいっぱいできてました。ココちゃんも今現在真っ赤になってるんじゃないですか。ちょっとすぐにココちゃんのところに戻りたいと思います。ココちゃんを今起こしてきましたよ。でもですね、ココちゃんがずっと顔を隠しているんですよ。一体どうしたの、ココちゃん。ちょっと顔見せてよ、顔。やだよ、やだ、やだ。ずっと嫌がってるんですよね。もしかして私と同じように、こんな風に顔に色々と赤くあるんじゃないですか、ココちゃん。なんでよ、ただ眠いだけだよ。眩しくて顔隠してんの。よかった、ココちゃんの顔には何もありませんよ。そうか、ただ眠かっただけだったんですね。でもどうして私の顔だけこんな風に。ちょっとさ、レックスくんさ、あのシュンさんの顔がいつもと違うんだけど、なんかわかる？あ、僕は理由がわからないよ。そうか、レックス。でもちょっと待って、レックス、これって赤い油性ペンじゃないですか。なんでこんなところに赤い油性ペンがあるんですか。あ、僕は知らないよ。いつの間にこんなところに置いてあったんだろう。待って、もしかして。シュンさん、よく近くで見せてください。お願いします、ドクターステンチ。なんとシュンさんのその赤いボツボツはペンで書かれた跡です。じゃあレックス、もしかして君が。あ、僕は本当にやってないんだよ、信じてよ。そうか、信じるよ。でもなんでこんなところに赤いペンがあるんですか。まったく。よいしょっと、ちょっとこの赤いペン、あ、落ちちゃった。赤いペンがこんなところに落ちちゃいましたけども、あ、ちょっと待って、ダッキーとバニー。いや、気づかれたか。あ、そうだ、こっそりと旅行のカバンの中に入った。そして赤いペンを持ってついてきたんだ。お昼寝の最中、シュンさんにいたずらしようと思ってな。マジかよ。じゃあダッキーとバニーがこっそりといたずらでやったんですね。もしかしてレックスを推薦した理由って。ひどいよ、ダッキーとバニー、僕のせいにしようとしたんだ。ココちゃん、まさかのダッキーとバニーのいたずらでございましたよ。こっそりついてきてたんだって。ああ、そうだ、朝私の鼻のところに赤くポツンとあったり、ココちゃんの口の周りも赤くなってましたけども、これって。シュンさん、よく鼻のところを見せてください。なるほど、シュンさんの鼻のところの赤いのはニキビだ。そしてココちゃんの口の周りは先ほど確認しましたが、おそらく納豆とかを食べて口が少し荒れてしまっただけ。ココちゃん、本当にお口の周り本当だ、すごい綺麗になってる。ココちゃん、食事の時口の周りにいっぱいついてちょっと赤くなっちゃってただけだったんですね。よかったです。本当に焦りましたよ。私はもう後でこれ顔を洗って全部落としたいと思います。ダッキーとバニーは本当にいたずら好きでございますからね。そして引き続きこちらのメンバーでグランド日光ホテルを楽しみたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイみんな。ダッキーとバニーに負けないようにいたずらしちゃおっかな。よし、いたずら勝負だ、ココちゃん。あ、そうだ、あ、僕たちを巻き込まないでよ。ダッキーとバニーのいたずらは本当にすごいですね。ドクターステンチンに質問だよ。年末にアルのトイバーンが襲ってくるかもよ。なんと年末に襲ってくるということは、我々は年を越すことができないかもしれない。でも我々トイストーリールームのおもちゃたちみんなで守りたいと思います。次はキャビットとララルーの質問コーナーにしてください。コメント欄でキャビットとララルーの質問コーナーが一番多かったです。なので私の次の質問コーナーはキャビットとララルーに決まりました。どうか今からもうたくさんキャビットとララルーへの質問を募集しております。私の質問コーナーは残りわずかです。これを見てるみんな、どうか頼む、チャンネル登録をしてほしい。そうすれば我々おもちゃたち、いやシュンさんにとっても健康上、精神衛生上とても良いと言われている。そして高評価を押すことでみんなも健康運アップだ。それじゃあまた明日。